guys! モンスターション TV! 今回はルフィ君の戦った映画ボスと麦わらの一味が戦ったらどうなるのかということで、ロビンちゃん編やっていきたいなと思います。シリーズでやってきましたけども、いよいよロビンちゃん編ということで、ロビンちゃんがこの映画のボスと戦ったらどうなるのかということでまとめていきました。早速見ていきましょう。まず、一人目、エルドラゴでございます。このエルドラゴ、ゴエゴエの実を使うわけでございますけども、遠距離攻撃。これ結構エグいよね。とはいえども、ロビンちゃんは、これ結構ね、余裕なのかなと思います。遠距離っていうところでは、例えば、口を開けて彼は、うわーって声を出して攻撃してくる。その口を単純に閉じますっていうことで、まあ、ロビンちゃんなら、そういう風に手を生やして閉じちゃうことできるんだよね。口の中で暴発ということで、なんかバートロメオクマンもそんなの食らってましたよね。あの、ロボの方が、パシフィスタの方がね。だからそういう風に、まあ、暴発させれば勝手に自滅すんのかなっていうところと、結局はクラッチで終わってしまうのかなと思います。マジでね、ロビンちゃんは普通に戦ったら大抵のやつは勝てないのかなと思います。そして続いてベアキングでございます。ここちょっと厄介だね。何が厄介かって、硬さと厚さっていうのがあるので、まあロビンちゃんの能力はしっかりと発揮できないのかなと思います。というのもロビンちゃんはやはりクラッチさせていくっていうのが本当に強いんだよねってなった時に、まああとは打撃なんで基本的には。そう考えると相手がもう鉄のコードを誇ると、でさらにはめちゃくちゃ熱くなるってなると、まあ触れただけでアチってなるし、で硬いってなるとクラッチできないよね。そういう風に考えていくと、まあマックス足止めはできるかもしんないけど、とはいえ勝つことはできないんじゃないかなっていうね。意外や意外でロビンちゃんここで止まるのかなっていう。まあやっぱベアキングは能力を発動するかしないかだけど、まあ普通に考えてするんで、いきなりニョキニョキって生えたら、だからスピード勝負でバキッと折ればいいけど、多分そうもいかないと思うんで、まあちょっとベアキングには勝てないのかなと思います。これ意外だよね、いきなり二つ目でみたいな。武装さえ覚えればロビンちゃんとか、あとはまあチョッパーにしてもウソップにしても武装があれば本当に化けます。そこだね。ということでベアキングは厳しいのかなと。そして続いてバトラー伯爵、ここに関しては苦労はしないと思います。もう単純に早く動くだけで、ちょっと筋肉増えました、バキって折って終わりですね。何のことはないと。そして続いてガスパーで、ガスパーではまあ無理ですね。これはイメージ的にはなんかクロコダイルの映画版っていう形で作られたキャラクターなんだよね。だから普通にロビンちゃんがやっても勝てないのかなと思います。まあやはりさっき言ったように武装色、これを覚えていかないと厳しいのかなと。ただ武装色って結構難しいよね。そのめちゃくちゃ鍛えないと手に入れれないもので、で見聞色っていうのはまた別の形なんでね、人によってまあ持っているとかってのあったりするんだけど、武装って結構難易度高いんですよ。だからここまあ、ほぼロギアみたいなもんなんで、これをねロビンちゃんがなんとかするのはちょっと難しいのかなっていう風に思います。ガスパーで厳しめと。そして続いてサガ、これに関しては逆に余裕でいけます。多少スピードはあってもパワーがあろうとも、ロビンちゃんはスピードとか関係ないんで、普通にキャベツくんのね、まあ、白馬さ、この白馬を止めていったんで、やつめっちゃ速いよ。あのスピードを止めれるわわけなんで、まあ、ってなってくるとね、サガぐらいは何のことはないのかなと思います。そして続いてラチェット、ラチェットに関しても余裕かなと。ロボットに乗られたところで盛り上がわかりやすいけども、操縦席のその本人をバキッと折ってしまえば、しかももうやつ骨やん、骨と皮なんで、もう本当に見るも無残なことになるのかなと思います。そして続いてシキ、シキはねいける可能性あります。これはね成長度合いによってもいける可能性はどんどん高まってくるのかなと思います。まあスピードクラッチができればね、なおさらやりやすいのかなと思うんですけど、ただやっぱね四季ほどの男がそんな花々の実だけで止まりますかっていう疑問はあるよね。だからもしかしたら今後、まあ、もっと極まっていけば四季はやれるかもしれない。まあ空飛んでたとしてもそのままクラッチしてしまえば終わりなんで、ただ四季の場合は何らかの方法でかわしてくるのかなと。なので実際厳しいのかなっていうのが僕の考えです。
ですね、まだその何をしてくるかはわからない。でも多分通用しないと思いますね。そんなことでやられてたらね、あの能力の相性だけでもうフルボッコにされてるんで、まあそんなことはないのかなと思います。そして続いてゼファー先生。ゼファー先生はスピードが速すぎますね。あの白馬もめっちゃ速かったけど、それを上回るスピード、言うならば光に追いつけるスピード、それに対して的確にまあ手を生やしていけますかって言ったら厳しいと思うし、生やしたところで思いっきりバーンやってね、剥がしそうだよね。でそのままとつってきてドーン言ってね、しばかれるという、こうじゃないんだよね、こうからのドーンなんだよね、スマッシャーということでね、まあちょっと厳しいのかなっていうふうに思います。やっぱスピードとパワーっていうところではゼファー先生はシンプルに強い。それに対してロビンちゃんなんかできますかっていうと厳しいんじゃないかなっていうふうに思います。そして続いてギルドテゾーロ、安定の初見殺し、これに関しては誰もが逃れることはできないのかなと思います。でそれを抜きにしたとしても、まあテゾーロに普通に触れて大丈夫っていう、そこからの黄金にされる可能性あるよねっていうことを考えていくと、まあちょっと怖いよね。まあテゾーロはね、厳しいのかなと思いますね。もしかしたらまあ触れただけで何もならないっていうのであれば、クラッチさせてしまうこともできるかもしれないですけども、そんなに甘くないのかなっていう、まあ四季と同じかな、何かしらは対策されるんじゃないかななんていう風に思います。もうちょっとその成長度合い次第では可能性はあるのかなと思います。そして続いてダグラス・バレットということで、バレットに関しては圧倒的無理あの分かりやすく言えばゼファー先生の強化版ですね。もうゼファー先生だけでどれだけ絶望的か、まあ勝てないよねって分かるのが、さらにレベルアップしてきました。もうポケモンでいうレベル100でもうマックスと思っていたら、あれなんかブーストで200、300いけるんすかみたいな、そんな感じ。それがあのバレットねもう100レベルでいきなり出てきたポケモン、ノラでなんかおにゃんついてこう出てきた100レベルのポケモンよね、それには勝てませんっていうのに対して、いきなりさらに2、300レベルも、だから四天王ですよ、四天王やってきましたみたいな、みたいなね、もうさすがにこれは厳しいんじゃないかということでね、フルボッコにされると思います。まあやっぱスピードが速いんで止められないでしょうと。で彼に咲かせたところでもうこれですよね、振り払って終わりからのインガザラシっていうね、あれは無理で、さらにはロボにね乗られたらその中に生やしていくってできるのっていうさ、見えてる分にはいいんだけど、手を中に生やすことできんのかなみたいなのは考えるよね。だからあのロボット自体をクラッチするのは結構厳しいのかなと思います。まあウソップはね、あれを思いっきりクラッチしてたけどあいつはできてたんだけど、それぐらいの力が出るようになったらまあまあそれ面白いよね。あんだけでかいロボをぶっ潰せるわけだから、まあ一回潰せばその分の力は減るからね。あの分かりやすく言えばちょっと違うけど、シャーマンキングでさ、カオ様って100万以上のね、浮力を持っていて、でスピリットオブファイヤーがあれ33万とかかな、いや30万かな、30万から33万ぐらい、ちょっと記憶曖昧なんだけど、それぐらいの霊力をね、有していると。だからあれを出すには30万を出すしかないと。だけどもまあ浮力が120万となると4回潰せばね、もうそこで活動は止まるということで、まあ、4回潰せますかって話なんだけどっていう感じ。まあそんな感じで、だから限度はあるということで、あのロボもね潰していけばまあ終わるんじゃねっていう話なんだけど、潰せますかねっていうそんな感じですね。まあなのでダグラスバレットは厳しいのかなっていうふうに思います。ただ四季とかはね結構可能性はあるよ。だからなんか四季にしてもテゾーロにしてもすごく思うのが、その速い敵に対してどこまでその能力が追いつくのかっていうのと、まあそれはすぐにねなんかなると思うんで、わりかし近い将来まあ見聞とかがね極まっていけば速いものを止めることはできる。やっぱ武装はね厳しいと思うんですよ。だけど見聞であれば俺はなんとかなると思うんで、そこら辺を極めていけばまあ早いものを捉えることができます、ぶっ潰すことはできますっていうね、そういう風になるのかななんて思います。そこが一つの対策かな。そうなれば早い式とかもね止められるのかなと。ただゴリラくんたちはどうなるかな、一段階レベル上がって式倒せますみたいな、まあそうね、テゾーロもワンチャン、じゃあゼファー先生とかバレたどうなのって言ったら、さすがにレベチかなちょっと厳しいかな、相性的にも最悪だと思いますんで、まあその能力どうこうじゃなくて、だから彼らのすごいところで能力どうこうじゃないのよ。バレットも能力発動したらすごいんだけど、しなくてもやっぱ通常が強いじゃん。でゼファー先生なんて言うまでもないじゃん。だからそういったところでは彼らすげえかっこいいなと思いながらね、まあロビンちゃんでもどうしようもないっていうのは、まあまあまあなんかいいと思う。なんかそこはね、あのそういった差があってもいいのかなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。今回こんな感じでまとめていきました。
そして続いてもこのシリーズ続きますんで楽しみにしてもらいたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。 OK ですか。じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラ、シードでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!